信号大騒動。トニーが朝から配達をしています。赤信号、よいしょ。赤なら止まろう、青なら出発。お、青信号、出発。あ、赤信号、なんだ、え、また赤信号、また赤信号、これじゃ配達に遅れる。トニー、あ、タヨ、どうしたの、何かあったの、それがさ、いつ来るの、みんな、ごめん、待ったよね。じゃあ急いでるからまた。トニー、ドゥリー、早く開けよう。何これ、僕のアイスケーキ全部溶けちゃった。いつまで待たせるんだ。ハナ、エンジンオイル一体いつ来るの。それはハナ、トニー、警備用品持ってきてよ。こんなに遅れてくるなんて。そっか。お、これも全部信号のせいだ。赤信号じゃなかったら間に合うのに。また、ほら見てよ、またでもトニーはいつも信号をちゃんと守ってるから、きっといいことがあるんじゃない。じゃあ僕行くね。またね。いいこと本当にあるのかな。お、あれなんだ、帽子だ、誰の帽子をなくした人いませんか。持ち主を探してあげないと。どうやって持っていこう。ああこうやって持っていこう。おほほ、なかなか似合ってるぞ。そんな、また遅れちゃうよ。赤信号勘弁してよ。早く青信号になって、お願い。お、青信号に変わった、どうなってるんだ。あ、もしかしてこれも青信号になれ。僕が魔法使いになったみたい。もう一回、青信号できた。これもよし。おお、本当に僕の思い通りになるみたい。よし、青信号、青信号、まさか僕超能力があるのかな。これ最高だよ。さあさあ、スペシャルな魔法の時間、赤信号もうグッバイ、僕の思いのままにプップピュンと走ろう。大変なことが起きたら呪文を唱えてみて、青信号になった瞬間夢は叶うんだ。
しようよ、ブン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 。あ、ロン。あ、お疲れ、トニー。どうしたの？貨物を港まで早く運びたいのに、今日は赤信号ばかりで。ああ、そっか。それなら、さあさあ幸せな夢の時間、交通渋滞もうグッバイ、誰も僕を止められない、プップピュンと走ろう。イエイ。思い切り泣きたい時には奇跡を信じて、青信号になった瞬間、道が広がるよ。思いのままに、ブン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 、一緒にしようよ、ブン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 。いつも青信号、ブン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 。イエーイ。ちびっこバス、タヨ。今日はありがとう、トニー。またね。その後もトニーは特別な力でずっと友達を助けました。このままじゃ遅れるよ。僕に任せて。青信号、もう一回。トニー、どうやったの？子供たちを乗せるんだけど遅れちゃって。そういうことなら、いや、青信号、青信号。本当にありがとう、トニー。いや。僕って最高だ。お、進まないって動いてくる。トニー、また会ったね。太陽、どうして進まないの？信号が壊れたって。信号が？突然信号が全部青信号になったみたい。早く直さないと。ね。まさか僕、超能力を持ったの？青信号。いや、青信号できた。これもよし。じゃあこれ全部僕のせい？道を開けて、火事なんだ。早く救助に行かないと。あ、どうしよう、フランクが火災現場に遅れるよ。なんで信号まだ直らないの？全部僕のせいだ。僕が青信号に変えたから。もしかして赤信号にも変えられたら。赤信号。いや、赤信号、赤信号。困ったぞ、赤信号には変わらないよ。もうこんな力なんていらない。元の信号に戻してよ、お願い。お、信号が直った。本当だ、万歳。早く。ちょっと前に進んで。進まない。そうだよ、僕のせいなんだから何とかしないと。タヨ、ちょっと手伝って。ブーブブーブブ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 。ああ、本当にありがとう、二人とも。よかった。
やっぱりトニーってすっごい。タヨが手伝ってくれたおかげだよ。はあ、よいしょ、はあ、また赤信号がつくようになって本当によかった。おやま、はあ、帽子ここにあったのね。この騒動の原因は全て魔法の帽子だったのですね。おかげでトニーは今まで以上に信号を守るようになりました。空港で出会った新しい友達。よく晴れた朝、ちびっこバスたちが空港に遊びに来ました。空港はいつ来てもいいね。あれカーゴだ。着陸完了。さあ、始めよう。うん。カーゴ、お疲れ。貨物室のドアを開けてくれ。うん。さあ。よいしょ、最初の貨物行きます。タグ、よろしく。了解。さあ、移動しようか。よっしゃ。うわ、私たちも行きましょう。ああ、はあ、いや、よっと。ありがとう、トイン。いや。ローダーとタグもお疲れ様。お疲れ様。お、いや、君たち来たのか。こんにちは。ところで、こちらの車たちは誰なの？とってもかっこいい。空港で働く地上支援者たちだよ。僕みたいに大きな飛行機を引いてくれるトイン。こんにちは。飛行機に荷物を積み下ろしてくれるローダー。よろしく。それから、俺はタグ。荷物を運ぶ仕事をしてるのさ。こちらはちびっこバス。タヨ、ロギ、ラニ、ガリサ。空港には飛行機だけいると思ったのに、こんな車たちがいたんだ。すごいな。そうかな。さっきの仕事を僕らもやってみたらダメ？気持ちはわかるけど、今日はみんな忙しいからな。そうね、大丈夫そうだけど。本当に？え、最近休む暇もなく忙しいって。でもみんなこんなにやりたがってるのに無視はできないわ。そうそう。バンザイ。じゃあ貨物ターミナルから行ってみようか。はい。あ、みんな、カーゴ、今日は私たち車に任せて。と、ここが貨物ターミナルだよ。うわー、かっこいい。さあ、そうしたら僕が今から荷物を下ろすから、タグと一緒に移動させてね。はい。よっ。うわー。じゃあ誰が先にやってみる？僕。さあ、できた。さあ、あそこに入らなきゃいけないの？怖がる必要ないさ。行こう。頑張ってね。ファイト。ああ、本当に広い。
だよ。さあ、ここに荷物を下ろせばいいよ。ロギはどこに行ったんだ？さっきまで一緒にいたんだけど。何？タグ？ここにもいない。どこにいるんだよ。なんだか少し怖くなってきたな。あそこが出口かな。行こう。ぶつかっちゃった。よくできたね。ロギーったら仕事もせずどこにいるのよ。助けて。どうしたの？大丈夫？なんだ、ロギじゃない。ところで、タグはどこだろう？そうだ、俺ならここだ。タグ、一体どうしたの？倉庫がめちゃくちゃになったよ。ちびっこバス、タヨ。よいしょ。君たちもあんな風に飛行機を引いてみたいんだろ？カーゴよりは軽い飛行機だけど、すごく重いから一人では引けないと思う。まずはタヨとガニがやってみましょう。さあ、二人ともまずここまで来てみる？はい。なに？ごめんなさい。こんなまで教習にできるの？なんだって？ガニ、もう一回。1、2、3。おお、すごいわね。成功だ。よし、じゃあ駐車まで僕の実力を見せてあげよう。はいよ。あ、ダメ、止まって。これじゃぶつかっちゃう。止まって。どうしたんだろう。止まれないよ。危ないところだったじゃない、さっきの倉庫でもどんなに危険か分かってる？ここまでにしましょう。今日はみんな帰った方がいいみたいね。はい。カーゴ、燃料を入れ終わったよ。いつもありがとう。おかげで明日までバッチリ持ちそうだ。そういえば他の地上支援者たち見かけないね。うん、みんなちびっこバスたちに見学をさせに行ったんだ。うまくやってるかな。カーゴ、君たち。こんなことになったんだ。笑ってる場合じゃないよ。トインはすごく怒ってるみたいだった。ローダとタグも。そんなことないさ。実はあの子たちが初めて空港に来た時の話だけど。わあ、ここで私たちが働けるなんて。じゃあもう行こうか。うん、力持ちの通りだ。やっほー。到着しました。こんなに早く引っ張ってどうするの。あ、ここなのか。そうだって。ちゃんと確認してから移動しなきゃ。お前が間違えて持ってきたからじゃないか。ここで代わりの貨物をどうやって探すんだ。なんだ、何も見えない。閉じ込められた。助けてください。地上支援者たちにもそんな頃があったんだ。でもさっきのことは僕たちのせいだし、謝らなきゃだよね。そうだね。あ、そうだ、いい考えがある。
変だな、こんな時間に突然飛行があるなんて。そうだよね。ドイン、今夜は離陸準備を手伝ってくれる？滑走路に来てね、うん、ところで、さっきはちびっこバスたちに厳しくしすぎたかな。俺らも最初は空港が物珍しかったじゃないか。うん、そうだね。次やったら謝らなきゃ。みんな、ここだ。カーゴ、飛行があるんじゃなかったの？そのことなら、あれを見て。あれって？うわお、あれを見て。ちびっこバスたちじゃない？みんな、まだ車庫に帰ってなかったの？トイ、ローダ、それからタグ、さっきは本当にごめんなさい。もっと気をつけなきゃいけなかったのに、すごく楽しくて。ごめんなさい。違うのよ、みんな。私たちも昔は同じだったの。むしろ厳しくしすぎて申し訳なかったわ。おかげで本当に楽しかった。ところで、夜景を見るのは久しぶりだな。そうね。前にもこうして一緒に眺めていたよね。今日はちびっこバスも一緒だからもっと楽しいわね。本当に。こうして空港で働く車たちと友達になりました。これから仲良く過ごしてね。挑戦怪力レンジャーズ。おや、映画撮影所に働く車たちがやってきました。ここはよし。撮影所だなんて緊張するな。緊張なんて、田舎者みたいに。工事にいらしたのかしら？はい。作業場所はあちらなので、ついてきてください。はい。僕より緊張してるぞ。主人公のオーディションの資料です。どれ見よう。スーパーヒーローならかっこいい。違う。僕を主人公に選んでくれたら。名前はレオ。俺も違う。全部違う、うん、主人公が見つからない。よっしゃ。よし。あれは一丸となって作り出す最高のハーモニー。これだ、まさにこれだ、完璧だ。君たちにぜひ映画に出演してほしいんだ。僕たちは映画に出演しに来たんじゃなくて、ただ仕事しに。じゃあ一度想像するといい。映画の主人公になった君たちと姿を。悪党の攻撃でめちゃくちゃになった街。そんな街を危機から救うために勇敢に出動する怪力レンジャーズ。どうだい？だが、演技なんて一度もしたことが。やります。確かに僕たちかっこいいしね。そうだな、面白そう。二人まで。やったぞ、完璧だ。翌日、働く車たちが朝早くから道路を走っています。怪力レンジャー1号クリス出動。今のがアクション演技か。コメディだぞ。思ったより難しいな。恥をかかないためにたくさん練習しないと。街を守ることなら、みんなこの僕タヨに任せて。タヨ。おはよう。わあ、今のかっこいいセリフはなんだ。いや、ガーディアン X の真似をしただけだよ。ガーディアン X。 映画の主人公で街を守るヒーローなんだ。そう。実はこれ秘密なんだが、昨日映画の主人公に選ばれてね。しかもレンジャーだぞ。レンジャー？ガーディアン X みたいなスーパーヒーロー。すごい。でもうまくできるか心配だよ。練習すればいいんだよ。ヒーローたちのかっこいい姿を真似してみて。タヨ、練習を手伝ってくれないか。僕が？どうしたらいいかわからなくて。そうだよ、教えてくれ。僕はお願いだ、タヨ。わかった。
自信はないけど、一度やってみる。ありがとうだよ。それじゃあ、レディーアクション。大変だ。車たちが危険だ。街をやっつけて。悪党を救いに。あ？おい、町をやっつけるのか。アクスも悪党を救って。カルト、もう一回するよ。レディーアクション。早く悪党を救う。あ、いや、ヤスケ。カット。マックス、クリス、真剣にしないと。笑うところじゃないよ。スーパーヒーローが助けるところだよ。笑っちゃダメだよ。そうなんだけど、おかしくて。本当に、それなら。ふう、今から笑いをこらえる練習だよ。笑いそうになっても絶対に我慢してね。くちゅ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 くそれなら自信あるぞ。レディーアクション。レンジャーズ出動。いやーしゃっしゃっしゃ。回って回ってまた回って。カット。ポコ、ビリー、他のポーズないの？他のポーズ？スーパーヒーローってかっこいいポーズをするでしょ。それなら、こういうの？おお、そりゃ、円やこりゃさ。そうじゃなくて、ああ、そうだ。今からみんなでダンスを踊るよ。ダンス？かっこいいポーズと何の関係が。音楽に合わせて踊ったら、かっこいいポーズも自然に出てくるはず。もう、また僕のダンスを見る？驚くなよ。やっほー。やっほー。まさにこれだよ。どうか、こんなのもあるぞ。回るぞ。ぐる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 。ヒーローってダンスをするのか。いくぞ。ぐる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 。ちびっこバス、はよ。ついに映画の撮影日になりました。映画のセットがあるから違う場所にいるみたい。主人公はどこにいるのかな。主人公の皆さんです。すっごくかっこいい。じゃあ撮影を始めるぞ。練習通りに頑張ってみようじゃないか。じゃあレディーアクション。助けて、レンジャーズ。ヒーローは真剣に。大丈夫か、僕。大丈夫。怖いよ。カット。ちょっと笑ってみるのはどうだ。真剣なのはいいが、今の顔すごく怖いぞ。はい。もう一回するぞ。じゃあ次のシーン、レディーアクション。レンジャーズ出動。出動。ぐる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 。いくぞ。ポコ、そんな動作はいらないよ。はい。こんなはずじゃ。その後も働く車たちは何度も失敗しました。出動。ちょっと休んでから議しよう。はい。ダメだ。あの、
ったよ、来たか。ごめんね、僕との練習一つも役に立たなくて、かえってトラブルになって。いや、僕たちがこの役に向いてないんだよ。そうじゃなくて、集まってください。また後でね。みんな一生懸命練習したのに。これあっちに置いておかなきゃ。自分を犠牲にして他人を救う、私が探していた真のヒーローはまさにこれだよ。そうだよ、みんな本当にかっこよかった。俺たちがか、今すっごくいいシーンが思い浮かんだぞ。さあもう一度撮影準備をして。はい。本当に働く車たちが主人公なの？もちろん。みんな、お疲れ。みんな、試写会に来てくれてありがとう。なんで映画に出ることになったの？全部タヨのおかげなんだ。タヨの？そうかな。どうやって？気になる。教えてよ。それはね、試写会始まったみたい。早く行こう。もう待ってよ。じゃあ俺たちも行こうか。何事にも一生懸命な働く車たち、とても素敵です。猫お願い。おや、タヨとロンがいますね。お疲れ。お疲れ様。タヨ、仕事終わった？うん、車庫に戻るところだよ。お、何の音だ？猫じゃないか。朝公園に行ったんだけど、僕を捕まえてみて。なんだ？猫？何？迷子みたい。ここは危ないのに。どうしよう。うわ、かわいい。飼い主さんが見つかるまで車庫で見ようと思って。車庫で？それはダメだ。どうして？ちゃんとお世話するから。とにかく車庫は絶対にダメだ。シト、猫が嫌いなのかな。ひどい。じゃあ僕が連れて行くよ。ロンが？うん、港で面倒見るよ。じゃあ夕方は僕が車庫に連れて行くよ。シトは大丈夫？シトは運行で夕方は車庫にいないんだ。わかった。わあ、すっごくかわいい。それで今日のお昼面倒を見ることになったの？ああ、ところでロン、仕事行かないのか？昨日他の貨物車と配達の順番を変えただろ。そうだった、忘れてた。じゃあ猫は？どうしよう。みんな、あ、ロコ、みんな何してるの？
この鳴き声。にゃー。うわー。ロコ、今日休みだろ。それじゃあ、ロコが猫を見ればいいね。ね、猫は。ロコ、お願いしてもいい？だめー。ちょっとだけでいいんだ。ね。絶対ダメ。ロコ。仕方がない。面倒を見ててあげるから、終わったらすぐ来て。僕も後で仕事なんだ。ありがとう、ディーゼル。すぐに戻ってくるね。なんで来ないんだ。ディーゼル、どうして今も港にいるんだ。みんな君を待ってるぞ。もうそんな時間？ローは一体いつ来るんだ。怒られちゃうよ。もうダメだ。じゃあ受け取って。グレイニー、受け取って。グレイニー、ちょっと猫を見ててね。ああ、グレイニーはディーゼルのお願いを聞いていませんでした。一緒に遊べるのに。明日また遊ぼう。はあ、やっと終わった。早く休もう。お、何の音だ。ここから聞こえたような。お、うわ、この猫は。タヨだな、ダメだと言ったのに。お、お、お腹が空いていたんだ。これだけあれば猫もお腹がいっぱいになるよね。お、あとどうしたんだ。踏切のところに猫がいて、早く助けないとは。ね、猫？シート！シート、もしかして昨日の猫見てない？赤ちゃん猫。どうしたんだ。猫がいなくなって。え？踏切のところに猫がいて、早く助けないとは。
まさか、どこにいるのか分かったかも。あそこだ。いい子だね。あ、待つんだ。列車が来たら危ないぞ。どうしよう。タヨ、猫ちゃん。ダメだ。パッと、すぐに汽車村に連絡して状況を伝えて。わかった。ハーブ所長、ハーブ所長。はい。なんだって、レールに猫がいるのか。よし、今踏切の。ああ、シンシン、ロコ、聞こえるか。シンシン、ロコ。はい、ハーブおじさん。シンシン、ロコ。なんだろう。この先の踏切に猫がいる。スピードを落とすんだ。はい、わかりました。あ、シンシン。そんな、ルフィ、こっちに。このままじゃ危険だ。あ、でも。シンシン。どこ？止まって。ルフィ。ネコちゃん。シンシン、前に猫がいるって。止まらないと。ネコちゃん。猫にあげる餌だよ。ボールを追いかけてきたみたい。それは僕と一緒に遊んだボール。僕、シトが猫のこと嫌いだと思ってた。実はね。ヘクシュン。びっくりした。だからヘクシュン。ヘクシュン。実は私は猫に触るとくしゃみが止まらない。クシュン。くしゃみ？それじゃあロコも？クシュン。僕もだから避けていたんだ。みんな、猫の飼い主さん見つけたよ。うわー、本当？よかった。クシュン。もうさよならするの？エクシュン。まさか泣いてるの？エクシュン。いや、泣いてるわけじゃない。エクシュン。これは猫が無事に家に帰ることになってよかったです。シトとロコの秘密も知ることになりましたね。僕一人で車庫に。タヨが仕事を終えて車庫に帰ってきました。早くガーディアン X 見なきゃ。次の挑戦者を呼んでみましょう。ローギー、早くガーディアン X 見よう。ちょっと待って、これ見たら帰るから。おならでろうそくの火消し。うわー、すごいね。面白い。ローギー、ガーディアン X 始まったよ。ガーディアン X やってるよ。あ、これ見てから。終わっちゃうよ。おー、ガーディアン X 見よう。にょお疲れ。何してるの？どこか悪いの？違うよ。
ガニに新しいエンジンオイルを入れたの。エンジンオイルを？あ、新しく出たエンジンオイルだ。ハナ、僕もエンジンオイルを入れて。そろそろエンジンオイル入れないと。お願い。悪いんだけど、今ガニに入れたので最後だったの。エンジンオイルはまた持ってくるから今度入れてあげるわね。じゃあ僕行くね。何にもできなかった。洗車でもして寝よう。お、洗車場も今度は誰？この声何？元気に出発しよう。ここで歌うとなんだかいつもより上手に歌えるわね。一体いつ終わるの？適当に洗ったからかすっきりしない。みんなで一緒に使うからすごく大変。僕一人で使えたらいいのにな。誰もいない、僕だけの車庫。どうなってるの？これ僕だ。本当に僕だけの車庫になったの？テレビも見ていいんだ。この悪党め。お、ガーディアン X だ。今すぐやめろ。びっくりした。なんでロギが？いい、他の番組。今日の挑戦者は、またロギだ。何は？どうなってるの？なんでロギばっかり出てくるの？新しいエンジンオイルだ。これ全部僕の？全部ガニに変わっていく。何なんだ？なんか静かだな。寝坊しちゃったかな。みんな、ハナ、ロギ、ハナ、ガニ、ラーニー、本当に誰もいない。スケジュールを見てみよう。今僕以外はみんな仕事なんだ。だったら車庫にいるのは僕だけだ。いやー、思いっきり遊ぶぞ。ちびっこバス、タヨ。昨日ロギがいて見られなかったガーディアン X を見ています。許さないぞ。次回に続く。やっぱりかっこいいだよね、ロギ。そうだった、誰もいないんだった。ロギいつ来るんだろう。今度は何して遊ぼう。新しいエンジンオイル、今度は僕が最初に入れよう。でもエンジンオイルってどうやって入れるの？ここで入れてたけど、わかんないよ。花がいたらすぐに入れてくれるのに。何か方法はないかな。燃料補給開始。何？
洗車でもしよう。あ、冷たい。今日に限ってなんで洗車場が不気味なの。早く洗ってみんなのことを待とう。あ、そういえば怖いし、ラニの真似をして歌ってみよう。ゴシゴシ洗ってもくもく食べて、元気に出発。なんで止まったの？僕何にもしてないのに。びっくりしたよね。早く車庫で休んで。車庫？え、そうだった。車庫の屋上にも幽霊が。幽霊？口がすごく大きくて空を飛び回る。あれ？なんでこれがここに？これ何？ロギ見て、すごく綺麗でしょ。ちょっと前に拾った毛布だよ。何これ、破れてるわよ。だからかっこいいんだよ。朝屋上にかけておいたんだけど、風が吹いてこっちまで飛んできたんだわ。もう太陽、じゃあ毛布を幽霊だって勘違いしたの？確かに幽霊だったのに。そうだ、今日みんないなくて太陽一人だったのよね。一人だったから怖くて見間違えたのよ。そうじゃなくて、太陽すごく怖がりなんだね。怖がりじゃない。エンジンオイルを持ってきたんだけど、誰から入れようか。もちろん僕から。今日怪物と幽霊を見て大変だった太陽からでいいわよ。時々不便を感じることもあるけれど、それでも友達と一緒がいいよね。どう？そうだね。